おはこんばんちは、伊藤です。今や、現役最強牝馬の一角に名を連ねた、白毛の牝馬、ソガシ。白毛の馬で、G1 の3勝という、輝かしい成績を残しています。そんなソガシの血統も、ダビスカゲ再現が可能です。母はブチコ、ダビスカゲはペッカートという牝馬になります。父は、黒船。ダビスカのハイボール理論では、ノーザンダンサーのクロス掛けという、ちょっと残念なハイボールです。再現ハイボールでも良かったのですが、今回は、このハイボールに一手間加えて、ソガシを超える馬を作っていきたいと思います。ということで、今回も2台で作るハイボール理論、ペッカート編、やっていきましょう。はい。このペッカートですが、宮崎取引で出てくるのですが、実に出てくるまで2週間以上かかりました。能力値は公開されていないため不明です。金額から推察するに、おそらく、スピード、スタミナともに、50から60前後だと思われます。このペッカートに何をつけたのかというと、こちら。はい、ハードスパン。値段のありに地味なステータスで、正直あまり使ったことがない種馬でした。ペッカートとのハイボールでは、ノーザンダンサー、ヘイルトゥリーズン、レイズアネイティブのクロスが発生しています。レイズアネイティブはスピードが上がる効果があるので、スピードも伸ばすことができるでしょう。そして、このハイボールで生まれた子が、こちら。母となる、イトゲフレンチボール。実はここでまさかの誤算が発生しました。戦績を見ていただければわかる通り、普通に強い馬が生まれてしまいました。成長型は普通型で、桜花賞は負けましたが、続く NHK マイルカップで G1 初制覇。翌年のフェブラリーステークスを皮切りに、高松の宮記念、ビクトリアマイル、安田記念、スプリンターズステークス、マイルチャンピオンシップと、G1 の7連勝。この時点で、ソガシを超えてしまいました。実際のレース映像がこちら。マルターズアポジー、粘っている。迫るダノンキングリー。マルターズアポジー、3番手から先頭を狙う。200m を通過した。イトゲフレンチ、イトゲフレンチ、迫ってくる。イトゲフレンチ、突き放しにかかる。ライブコンサート、伸びる。イトゲフレンチ、差し切って降臨。勝ったのはイトゲフレンチ、鞍上は福永祐一騎手。イトゲフレンチ、G1 7勝目を達成しました。2着、ダノンキングリー。3着、アドバリアマーズ。まさかの誤算。ソガシではなく、意外な母を超える必要が出てきました。そして、そんな、七冠牝馬につけた種馬が、もちろん、こちら。はい、黒船です。黒船は安定が A なので、爆発力こそないものの、母の能力を引き継いでくれることを期待したいところです。そんな、イトゲフレンチボールとのハイボールでは、ノーザンダンサー、ミラークティック、ロベルトのクロスが発生しています。スピード、スタミナ、勝負根性とバランスのいいクロス構成を実現しつつ、さらに、アイスカペイドと、ノーザンダンサーのペアが成立しているので、国家ハイボールにもなっています。ペッカートに限らず、見ての通り、ハードスパンと黒船の組み合わせは、かなり相性がいいですね。そして、このハイボールで生まれた子が、こちら。ここで先頭が変わった。3歳、スプリンターズステークス。レシステンシア。成長型は普通型で、コメントは、かなりのスピード、かなりの根性、落ち着きを見上げた子になります。このスプリンターズステークスを皮切りに、母の運動、G1 連勝解剖を進むことになりますか。勝ったのは、イトゲテガサス。鞍上は、武豊騎手。強い競馬で勝利を重ねました。2着、レシステンシア。その後、3着、ビッグアーサー。次戦のマイルチャンピオンシップ。イトゲテガサス離れて追走。アルビアーノ先頭。200m を通過した。最強ライバルの一角。グランアレグリアからもグリグリを奪う人気で G1 2勝目。イトゲテガサス押し切ってゴール。勝ったのはイトゲテガサス。鞍上は武豊騎手。ファントムポーカー。翌年フェルナリーステークス。父と母のガート適正がいいため、この馬の本領を発揮するのは、芝よりものしろガートかもしれません。突っ込んでくる。残り200を切った。イトゲテガサス、伸び足がいい。2番手は、モーニー。続いて、サクセスエナジー。これで、ソガシに並ぶ、G1 3勝目。勝ったのは、イトゲテガサス。鞍上は、武豊騎手。ここで先頭が変わった。2戦、高松の宮記念。先頭だ。
うとげてがさす、並びそうだ、うとげてがさす、突っ込んでくる、ハート200、うとげてがさす、海外のリーアンボソウが、エアロエの引き方も、グリグリに抜けて、リーアンボウソウめ、エアロベロシティ、伸びる、うとげてがさす、押し切って、ゴール、コスモセンサー、かわして先頭、安田記念、コスモセンサー、星雲構成、外から伸びてきた、うとげてがさす、3番手から先頭を狙う、うとげてがさす、突っ込んでくる、残り200を切りました、現役最強の名を欲しいままにし、リーアン、細いね、うとげてがさす、先頭でゴール、ここで先頭が変わった、連覇のかかった、ベルカン、スプリンターズステークス、ミスターメロディ、外から襲いかかってくる、うとげてがさす、いい足で伸びてくる、うとげてがさす、突っ込んでくる、もはや短距離界に出来なし、うとげてがさす、アップデートで短距離の海外リーアンでも実装してほしいところですね。ブラストワンピース勢いよく追い上げ、天然秋わずかに先頭はうとげてがさす、追いすがる、新たな敵を求めて中距離界に進出、うとげてがさす、先頭だ、200メートル、スタミナに若干の難があるものの危なげなくリーアン7超えて偉大な母に並ぶ、ブラストワンピースうとげてがさす、先頭でゴール、勝ったのはうとげてがさす、鞍上は武豊騎手、うとげてがさす G1 7勝目です、2着ブラストワンピース、3着にはスマイルジャンク、ケンヤイエレガント、連覇のかかったライブチャンピオンシップ、粘っている、うとげてがさす、ちなみにリセットはしましたが、試しにジャパンカップに出走してみたところ、印だけはアーモンドアイカが一番人気を遂げていました、うとげてがさす、足色は衰えない、これで母を超えるリーアン8勝目、勝ったのはうとげてがさす、鞍上は武豊騎手、うとげてがさす G1 8勝目です、先頭に立った、ピーク的に引退レースとなったチャンピオンズカップ、うとげてがさす、うとげてがさす、先頭だ、2番手トランセンド、残り200、やっぱりこの馬は芝よりもガードの方が得意みたいですね、トランセンド離れてプリンチャー、何者も乗せつけない圧倒的強さで G1 9勝を達成し、引退への花道を挟む、うとげてがさす G1 9勝目を達成しました、障害成績はこんな感じ、唯一の敗戦は3歳の NHK マイルカップの3着、ちなみにリセットは怪我をしたり、試しに距離的正代のレースに出してしぶしを確認したときくらいです、能力的には特に勝負根性が強い印象がありました、まだ成長しきっていない3歳児でも勝負根性のしぶしは奪われたことがなかったです、正直スピードやゲーム内であれば最強レベルでしたが、 BC2 とまではいかないと思います、見通し数的にも BC2 を出すのは難しいのかもしれません、スボバステータスはこんな感じ、安定が A なのはおそらく母馬が強すぎたからだと思います、ちなみにこのハイボールで安定 B とか C を見たことがありません、安定 C スボバで相当スピードが爆発しないと無理なのでしょうか、ということで今回はソラシの母テッタートを使ったハイボール理論をご紹介しました、白毛の牝馬、ソラシの小ネタに期待しましょう、希少ですが、白毛の遺伝率は高いため、ソラシが活躍し、引退後、優秀な牡馬を産んだ場合、日本の競馬界が、白毛ガラだけになる未来も近いのかもしれません、それはそれで、ちょっと奇妙な光景でもあります、今回の内容が面白かったと思っていただけましたが、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします、それでは最後までご視聴いただき、ありがとうございました。また、次の動画でお会いしましょう。星がまた